こんにちは。今日もちょっとだけ喋ります。前々回の動画で初めてマントラを唱えて、で、そう、おとついの動画でそのマントラを唱えて私が感じたことっていうのを話したんですけど、で、その動画をアップして、2月18日ですよね。アップして、で、ほっとしてたんだけど、そしたらその日の夜に、なんとその2023年2月18日っていうのが芝神のお祭りだったってことを知ったんですよ。マハーシバーラートリって言って、でシバーラートリっていうのが、シバーはシバで、ラートリっていうのが確か夜っていう意味で、でシバーは吉兆の神様っていうふうに言われてるので、吉兆の夜っていう、シバーラートリっていうのがあって、でそれは毎月満月の何日か後っていうそのタイミングであるらしいんだけど、その中でもマハシバラートリっていうのは一年の中で一番神聖な日とされてる。その日の夜がマハシバラートリっていう、そう、だからそのことを知って夜にわーってこれはやばいって思って、動画の概要欄に書いたんだけど、そう、そうなんです。で、そのお祭り自体は、その日自体はいろいろ言われがあるんだけど、芝が、違う、破壊と維持と創造のダンスを踊ったっていう言われてて。その日をヒンドゥー教みんなでお祝いするらしいんだけど、で私は初めておとつい知ってそのこと、全然その詳しくはよく分かんないんだけど、でもすごい嬉しいなと思って。偶然かもしれないけど、マントラを唱えなかったら多分その日のことも知らなかったし、で、よくわからないだけど、よくわからないけど、なんかそのインドの人ってすごい
そうやって神様に対する信仰がすごい熱いっていう、まあ、インドの人というかヒンズー教の人たち、神様に対する信仰がすごい熱いって言うけど、まあ、そうやってお祝いをして喜んでっていう、お祈りして喜んでっていう、でその感覚っていうのは、まあ、私は実際わからないけど、でも私は私なりの喜びの感覚ってあるし、祈りっていうのも知ってる。だからわからなくても、なんかそういう感覚、それぞれの喜びがあってそれぞれの祈りがあるっていう、なんかそこで私たちはつながれるんじゃないかって、なんかつながってるような感じがして、すごく。でもちろん私以外みんなそれぞれが喜びの感覚ってあるわけで、でそれをたとえ理解はできなくても、その感覚でつながれるし、一緒にお祝いすることはできるんだなって思って、なんかそれがすごい嬉しかったっていう、嬉しかった、嬉しいなって思った、そう感じて、そう、でシュバそうやってダンス踊ったって言われてるけど、私は私でなんかその日踊りたくなって踊ってて、別に破壊と維持と創造って思ってたわけじゃないけど、なんか適当にすごい踊りたいように踊ってて、なんかそう、それだけなんだけど、なんかそのシバが踊ったっていう、なんかその感覚がどんな思い出とかわかんないけど、実際はでもなんかその踊ったっていう感覚がすごいなんかわかるなっていう感じがして、なんか全然人がどう考えてるとか基本わかんないから、私もわかるってあんまり言わないけど、でもそのシバが踊ったっていう、なんかその感覚、なんか踊ったんだなっていうのがすごい私もわかる気がした、自分で踊ってみてわかるなっていう感覚がすごいあった。そう、ちなみにそのマントラは
オウム、ナマシバヤって言って、シバ神を称えるマントラなんだけど、そう、私は間違えてオウム、ナムシバヤって言ってて、多分あんま変わんないっちゃ変わんないんですけど、正しくは生、オウムナマシバヤ。このマントラも、私もまたいつか突然唱えるかもしれないけど、でもやっぱぜひなんか自分で唱えてほしいなって、唱えてみてほしいなって思います。なんかそれぞれに感じることはあると思うけど、そんな昨日、一日また会って、で、なんかやっぱり、そう、この前の動画でも話したけど、空間っていうのがあって、空間の中心っていつも自分じゃないかなっていう話をしたんだけど、空間っていうのは区切られたものもあるけど、部屋とか家とか、でもそもそもここにあるものあるし、空間って、でそれって区切りもあるけど無限でもあるし、でそのでもその空間の中心っていつも自分だよねっていう、でそうなった時になんか全部が世界だよねっていう、限られた家とかどこかとか誰かじゃなくて、自分を中心として全部が世界だよねっていう、でそのそう感じた時になんかやっぱり視点が全然変わってるし、見える世界が変わったっていうふうに感じたんだけど、でだから結局その自分っていう点以外、もう360度っていうか、その球体っていうか、その空間全部四方八方に広がっていくし、それもどこまでも無限に広がっていくわけだし、でさらに言うと多分時間さえもそれって超えていけるような感覚が私はすごくして、超えてるっていうか、ないような感じがして、
でその自分っていう感覚に立ってみて、じゃあ改めてどうする、何するってこういつも通り考えようって思っても、それができなくなっちゃったんですよ。分かんなくなって、もうあまりにも感覚が違いすぎるから、なんかそう、今までの方向感覚みたいなのが全然分かんなくなっちゃって、そう、なっちゃったんだけど、で、まあその中でちょっとはどうするんだろうみたいな感じになってて、でもやっぱ私の目の前にはこういつもある課題みたいなのがあって、それがお金と家っていう、なんか大きいのがボンボンってこう、まあ、それだけじゃないけど、なんかその中でも大きいものとしてあって、そうで、これまでずっとあって、で今もやっぱりそれはどうするって考えた時にパンパンって出てくるんだけど、わ、OK、そう出てくるんだけど、でなんかそれもこれまでずっと私は自分の課題だと思ってやってきて、でどうしてもなんか何をやってもうまくいかなくて、なかなかどうしたらこう乗り越えていけるんだろうみたいな感覚がやっぱりあって、そうで、それをやっぱり今現状その状況はまだあるわけですよね。だってお金稼げてないし、家だってこう自分がいたいと思えてない場所に、本当にいたいと思えてない場所にまだいるってことで、それあるんだけど、でもなんかそのなんていうか、自分っていう空間の中心が自分っていうことが分かった時に、なんかそれってなんか本当にどこでもない自分、誰でもない自分で、なんかそれでその状態でこう全てに開いてて、開いてる状態だから、それってそこを結局今どうしていいか分かんないっていうのも、もう本当にあまりにも自由で無限だってことをなんかもう分かってしまった。で現実がどうであれ自分ってそういう存在なんだっていうことを分かってしまったっていう、そう、でその状態の自分でそのお金とか家っていうことを見た時に、それって今まで課題だと思ってたけど、もしかしたらそれは私が乗り越えるべき課題だったんじゃなくて、だからずっと残ってきたんじゃなくて、私がこの自分っていうのに気づいて、これから楽しんでくことなんじゃないかって思ったんですよ。そのお金っていうことも家っていうことも私の楽しみのために残されてたのかなぐらいな、そう
で、まあ、そんなこと考えたこともなかったから、え、そうなのかなってなんか思い始めて、最初そうなんかちょっと分かんないんだけど、実際目の前にある現実っていうのもあるから分かんないんだけど、でもそうなのかもしれないなって思えてきて、だからそれはやっぱ自分っていう存在がなんかあまりに自由で、なんか結局何があったとしてもやっぱりそれって全て私っていう存在はなんか楽しん、お腹が鳴った、そう、楽しんでるんだなって、楽しんでるって思ってなくてももう私っていう存在がある限り、私が私である限り楽しんでるんだなっていう感覚がに気づいたからこそ、じゃあそこにあるお金も家も全ての中にある、そう、一つなわけだから、それだけ例外ってことはないよねって思って、そう、言ってること意味わかんないかもしれないけど、そう、だからそういうふうになんかちょっと変わったんですね。ちょっとっていうか、もう本当に一周回って180度変わったっていう感じ。180度、うん、なんか全然違う、もう次元が違うかもしれないけど。で、なんかそういう感覚で今いるんですけど、でそれで昨日改めてそのマントラも唱えたし、シヴァのダンスっていうかダンスも踊ったし、まあ、昨日はなんかじゃあ改めてどうするっていうのをじゃあ考えようかって思った時にふと突然思い浮かんできたアイデアがあって、でそれが全く今まで考えつきもしなかったことだったんですけど、そう、アイデアがなんか湧いてきたのか降ってきたのか分かんないけど突然出てきて、はって、そうで、あ、じゃあこれをやろうって、てかこれなんだなって思ったんですよ。なのでちょっと今日ね、これから
そのアイデアを練って、まあ明日には発表するかなって思うんですけど、ちょっとあまりに自分としてもなんかやったことがないとかいうレベルじゃなくて、ちょっと考えが及ばなすぎて、なんかどうしたらいいんだろうっていう、でその本当にそれをやったらどうなるかっていうことも全く想像できないから、分かんなすぎて、ですごい怖いっていうか、なんかもう本当分かんなすぎる、もう今まで本当に感じたことがない感覚で、そうちょっと戸惑いすぎてるんだけど、まあでもやるしかないって思ってるのでやります。はい、なんで明日また話がそうねって、こういうことやるよっていう話をしたいなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。と私もなんか興奮して本当に全然言葉で伝えることもすごいなんて伝えていいかもよく分かんないんだけど、今そういう感じです。はい、ということでまた明日。じゃあね、バイバイ。